こんばんは。今日は何をしていましたか？今日はというよりも今日も舞台。おどんろのお稽古でした。今日とて、そう、今日も今日とてお稽古でした。疲れ様です。ありがとう。明日の朝はゆっくりなんですねって、そう、メールでも送ったんですけど、明日は朝ちょっとゆっくりなんです。嬉しい。日曜の朝って、明日日曜か。踊ってますかって。踊ってるよ。おどんろ、楽しいです。楽しい。やっとなんか、やっとっていうか、なんか楽しくなってきてる、ちょっとずつ。徐々に徐々に。多分ね、今日思ったのがね、今日っていうか昨日かな、思ったのが、おどんろ多分ね、みんな好きになっちゃうと思う、マジで。多分ね、そう、みんなのこと好きになると思う。みんなっていうか、そう、皆さんっていうか、みんな、なんかキャラとか。こう登場人物、まだお稽古してない部分もいっぱいあんねんけどさ、ただ今大西が見てる時点の中で推しメンいっぱいできると思います。なんか、そう、そう、大西はね、あのね、もう早く語りたいの。大西はね、あのキャラが推しメンなんですよ。そう。そう、なんか、取材とかでもね、何回かちょっと答えさせていただいた時は、ことはあんねんけどさ。でもこう、稽古を重ねていくごとによって、わってなることも多くてね。そう、早く推しメンの話をしたい。語りたい、早く。あのキャラのこのシーンがーって。尊いってなる。ああ、早く話したいわ。もう、めっちゃ好きなシーンがあるんですよ、大西。もう思い出しただけでちょっと顔ニヤニヤしてきちゃう。そう、全然大西関係ないシーンなんですけど、そこ、こうやっていつも見てて、あーってなるの。 あーってなる。そう、本当でも改めて皆さん、ダンスすごいなと思って、本当皆さんかっこいい。
一人で一人で全員勝負、なんかわかる、いやなんだろうね、大西はさ普段グループでやってるからさ、パフォーマンスする時って大体さ周りにさ人がメンバーがいてさ団体でパフォーマンスするじゃない。まあ今回もさもちろん団体でやってるけどさ、でも一人でこのステージを埋めれるって人ばっかりやから、だから見ててすっごい迫力あるし、そう自分が出てないシーンとか見てるんですけど、うわかっこいいと思って、そうなんか目が足りないんですよ、あどこ見ようみたいなそうそう目が足りないの、もう一回もう全部全なんか何回も見て、この公演はこの人だけを見るみたいなこの公演はこの人だけ見るっていう、そういうやり方でいきたい大西は。そうすごい、本当に皆さん本当にかっこいい、そうなんかすごい勉強になる、やからそうだって、しかもね今回梅坊さん、まあ他の梅坊さん以外の方とかもいっぱいいらっしゃるんですけど、今回の公演まあ恩師もそのうちの一人で、どんどって一回つけとこうか、何の話してるか分からへん、そう何の話しようと思ってたんだっけ、ああそうでね、今回おどんろ舞台のおどんろがね、あの梅坊さんっていうね、あのパフォーマンス集団の皆様主催って言ったらいいのかな、その中に大西もこう参加させていただいてるんですけど、今回女子少ない、え全然そんなことないよ、64ぐらいかな、分からへんけど、うん、そうその梅坊さんの方々、なんか恩師皆さんの年齢最初知らなくて、そう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 、いくつなんですか？30歳から40歳の方がすごく多くて、そう20代の方もいらっしゃるんですけど、もうでもねすごいの、大西も30歳40歳になっても恩師はあんなバッキバキに踊れる自信がない、あの年齢になっても、いやほんとすごいんですよ、なんかそれがいい
すごいの。あ、ママだ。ほう。うん。いやもうね、そうなんかね、いやでも本当見えないんですけど、その年齢に。そもそもいい、ほんと素敵なんです。そう、ほんと素敵なんです。なんか深い、うん、深い、そう、なんか深いそう、うん、いや深いとはって、なんか深いって感じなのよ。なんだろうね、なんか重みがある、深い、いやー素敵なんです。なんか贅沢やなと思う、こう毎日一緒にお稽古させていただいて、毎日皆さんのパフォーマンスを見させていただいて、でその中に自分も混ざることができて、そうね、ほんと課題しかないんですけど、まあ今お稽古始まって2週間ぐらい経ったのかな。そう、ほんとね、最初落ち込んでばっかだったんですけど、ずっとここ1日2日ぐらいでなんか本当になんか、うん、しっかり楽しめるようになってきていいけど、まだまだ課題だらけだし、まだこれからも落ち込むことはあるんだろうけど、自分のね不甲斐なさにね、来月か本番、叱られたりするのって、しない、叱られない、本当に優しい方々ばっかりなんです。アドバイスをたくさんいただく。てか今までね、あんまうち叱ら、叱られるっていうことない。舞台に関しては他の、怒られるってなんだろう、怒られる、注意される、怒られる、難しいよね、捉え方にもよるよね。大西は全部アドバイスしていただいてると思うから、あんま怒られたっていう経験がない感じに思えるけど、
え、でもそもそもね、優しい方ばっかりなんですよね、今大西が出会った方々は。うん、そう。でも大西もさ、本当が下手くそなので、なんか自分で見ててもうんって思う時とかあるんですよ、その稽古とか。普通に今までの舞台の時とかね、お稽古動画とか見てて、でなんかそういう時ってすごい周りの方々がアドバイスしてくれて、ここはこうした方がいいんじゃない、ここはこうだからこうした方がいいんじゃないって。怒られるってなんだろうね。オラーみたいなのはないね。うん、今のところ。でもなんか前なんか舞台の時にやってて、どうにす、あのその演出さん、演出家の方がすごい大好きで、でもその舞台が終わって後々他の共演者さんに会って、あの時ももちゃん大丈夫だったって言われて、何のことみたいな言ったら、ももちゃんあの時演出さんにすごい言われてたよね、大丈夫かなって、他のキャストの人と話してたんだよねって言われて、えっえ、あそうやったん大西みたいな、えそんな言われてたっけみたいな。確かにいろいろアドバイスをいただいてたけど、そう、気づいてない時もあるんですよね、おうち。だから怒られてるのかもしれないけど、気づけてないんですよ、それに関して。きつく言われてる自覚がないのかって。なんかできてない自分が悪いからってなるから、怒られたとはなんないか。舞台でセリフ飛ばないのって、もし飛んだことあったっけセリフ。よく噛むけどよく噛むんですよ、噛むけど、セリフ飛ばしたってことは今んとこないかな。あ、うん、あるある。そのなんかその飛ばすじゃないけど、なんかあ、分からへん、ピタって止まることはないけど、普通にセリフがバー3行ぐらいあるとするじゃない、バーバーバーって、それの2行目言い忘れるとかはある。なんか前のキョンシーだ、12月にやったキョンシーの時に、なんか儀式みたいなやつがあったんですよ、なんかそう、その儀式のセリフがえ途中なんか飛ばした気がする。そう、そうねっていうのはあるかもね。
頭に台本が浮かぶ感じ、それともスラスラ出てきて体に覚える感じ。どうなんやろね、なんかさ分からへん。なんかもし毎回さ、それこそ舞台やらせていただくとき台本いただいてさ、台本いただいて見るやん、え、これどうやって覚えるのって本当に毎回思うんですよ。え、こんなん覚えられへん、無理無理、え、どうやって覚えてたっけ今までみたいな、本当毎回なるから。うん、でもどっちのパターンもある気がする。なんかもう自分の感覚で覚える時もあるし、頭の中でこうなんかセリフをこうなぞってる時もあるし、それこそ苦手な文章の時とかはこう頭の中でこう文章なぞってることが多いかも。何回も読んで覚えるって、うん、ずーっと読む。ずーっと一回普通に目で読んでみて、次声出して読んでみて、次台本話して読んでみて、よし切るってなって、で一回寝て、でしたら覚える。マネージャーさんと台本読みとかするのってせえへんな、せえへんな。なんか映像の作品の時ちょろっとしたことあるような気するけど、ほとんどしない。それこそ舞台期間中ってそんな合わないので、マネージャーさんと、うん、普通にお家で覚えてるかな、まだだよ。寝たら定着するって、そう、睡眠学習、一回寝てなら次の日ちょっと定着してる。そう、まあでもおどんろはね、それこそないからね、セリフ。おどんろセリフがないのが少し寂しいって、寂しい？多分ね、覆ると思うよ、それ。実際に舞台の本番見たら。うん。普通の舞台はさ、まあ、普通に動きがあって、セリフがあって。で、セリフってさ、一番わかりやすい説明やん。だってさ、別に突っ立っててもさ、今僕はこうこうこうしてこうなんだよ、なんだみたいな言ったら、あ、その人はそういう人生歩んできてこうこうこうだからそういう感情なのねっていう、その分だけで言ったらわかるやん、それで説明されるから。でもさ、今回のおどんろはさ、今回のおどんろっていうか梅坊さんの舞台はセリフがないからさ、そう、言葉で説明することができひんよ。そうの代わりに動きだったり表情だったりで分かるようになってるから、だからすごいこうね、毎日今お稽古やってんねんけど、大西が朝入る時ももうその前から梅坊さんのメンバーの方々はもうずっと会議してて、で普通にお稽古後お疲れ様でしたってなった後も会議してて、で毎日っていうかもう内容も変わったりいろいろで、ここの動き変えてみたりとか
ずっとお話し合いしてて、そう、言葉がない分さ、動きとさ表情とさ、それだけでこう説明できるようになってるのが梅坊さんの舞台だなって、なんか今回の、今回から今参加してあれなのってあれなんですけど、うん、だからね、いや面白いと思うよ。表現力がすごそうって、すごい、ほんまにすごい。だって見てるだけで、あ、この人はこうこうこうだから今こうなってるんだっていうのがわかるから、うん、見てて楽しいと思う、ずっと。うん、ね、楽しみにしてて、大西も頑張る。ちょっと眠くなってきたな。うん、ね、みんな眠くない？もう11時過ぎてるよね。今さ、チョコ食べたからさ、血糖値爆上がりでさ眠くなった。あれ食べたよ、ちょっとだけ、あのお高いチョコ。3つ食べた。うやなななな、スタバのやつあって、今日スタバのやつ朝飲んだ、朝ごはんのパンとともに。パンとね、コーンポタージュとそれ飲んで、今日食べたパンがねめっちゃ美味しかったのよ。お米のパンみたいなやつやってんけどさ、もっちもちでさ、なんじゃこりゃと思って。そう、また買おうと思って。コンビニって、いや普通にスーパーで売っててんけどね、なんか普通、なんかどこにでも売ってますよみたいな感じではなかった。なんか普通のさ、袋になんかこう針金のさ、金色のなんかやつをこうクリクリってしたやつ、なんかそう、なんかほんまパン屋さんのパンみたいな、なんかラッピングされてた。そう、めっちゃ美味しかった。また買おう、パンハマりそう。なんかそう、塩パンもあってね。そう、その塩パンもね美味しかったんですよ。朝はパン派ですかって、うん、もしいつでも米派やねんけどさ、そう朝昼晩米派じゃ米派なんですけど、そう、なんかコーンポタージュが飲みたくて。そう、コーンポタージュ飲むなら明日の朝ごはんパンにしようかなと思って。そう、今日の朝、そうコーンポタージュにつけても食べたし、そのまんまでも食べたし、美味しかった。うん、
ということでですね、そろそろ眠いのでランキングの方を1位の方から見ていきたいと思います。いきますよ。きます。1位、ケイジさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がハギハギさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がコバオットマーク大西吉さん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がカメさん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がユマアットマークバタフライさん、ありがとうございます。イエイ。そして6位がカホアットマークニコーさん、ありがとうございます。イエイ。おう。そして7位が、ぷいぷいはるかさん、ありがとうございます。イエイ。そして、8位が SL さん、ありがとうございます。イエイ。そして9位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。あ、ちょっと変わった。もう一回1位からいくか。いきますよ。1位、ケージアットマーク、お、あ、65ヶ月毎日ありがとうさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がハギハギさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がコバットマーク大西良さん、ありがとうございます。イエイ。そして、5位がカメさん、ありがとうございます。イエイ。そして6位がユマアットマークバタフライさん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がカホアットマークニコーさん、ありがとうございます。イエイ。そして8位がぷいぷいはるかさん、ありがとうございます。イエイ。そして9位が SL さん、ありがとうございます。イエイ。そして、10位がモグヘイさん、ありがとうございます。イエイ。そして11位が大好きアットマークおどんろ楽しみになりましたさん、ありがとうございます。イエイ。そして12位が、大西かきアットマーク大西軍アットマーク祝5年5ヶ月アットマークドボン CM テレ朝1時半からさん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位がコーヒーレンさん、ありがとうございました。イエイ。ありがとうございます。そしてこれタワーかな、これここタッチしたらさ、名前教えてくれたらいいのにね。このタワー自体をさ、チーの方かな、チーの方だ、ありがとうございます。じゃあ読んでいきます。いきます。ケージアットマーク65ヶ月毎日ありがとうさん、ケージさん、ケージさん、ケージさん、クママカロンタワーって、クママカロンタワー、ありがとうございます。ありがクマカロン。ありがとうございます。イエイ。ありがとうございます。65ヶ月5年5ヶ月やって、ゴーゴーじゃん、ゴーゴー。今日何日って書いてたっけ、毎日アイドルみたいなやつ。ここで、あ、1977だって。あと30日、2000ちょっと超えたら5年と半年になるのか。ね、すごいね。なんかさすがにさ、はい、今日
今日はショールーム配信毎日続けて今日で6周年となりました。さすがにさ6年やってるってさ、なったらちょっとやばいよね。ね、2000日前俺何してたかなってみんな2000日前何してた？1977日前何してた？5年5ヶ月前ね、今年でさ6周年ってことはさ、ちょうど卒業するよってなるのか。7年目になるわけやから中学校1年生に突入するってことやろ今6年生の途中だ。じゃ小学校今小学校の6年生のもう体育祭ぐらいの時期。まあでも人それぞれなのか、体育祭の時期って春のところもあるもんね。だってさ4月に入るとしたらさ、今5ヶ月だから9月でしょ、秋。もうちょっとで体育祭だねっつって練習してる時期やな、組体操と。ね、おもろいね、そう考えたら面白いね。ということでですねじゃあ本日はそろそろお風呂に入っていきたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？んでもでもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃佳でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。ではおやすみなさい。バイバーイ。ありがとうございました。バイバイ。おやすみ。バイバーイ。